この番組は日本コロンビア、ヤマハ発動機、オートバックス、キャノン、キリンビール、森永製菓、ブリヂストンタイヤ、三菱鉛筆の提供でお送りします。ジョグに乗ると夢を追ってみたくなるのです。ジョグに乗るとみんなピーターパンの気分。ヤマハジョグ。行動完成360度、ヤマハアクティブ。チョコレート、森永ハイクラウン。さて次に、カー用品の総合専門店チェーンオートバックスの200点達成特別大感謝祭のニュースです。カー用品なら何でも揃って、ズバリお買い得。しかもなんと抽選で200名様をマカオグランプリと香港ツアーにご招待っていうんだからたまりません。さらにお楽しみスピードくじでこのロードマップがもらえちゃう。10月はオートバックスの特別大感謝祭へ行ってもいいかな。いいかも。オートバックス。モータースポーツファンの皆さん、こんにちは。 TBC 杯ビッグロードレースも11回目を迎えまして、今年もキング、ケニー・ロバーツをはじめとする内外の有力ライダーがここ宮城県村田町菅生のロードコースに集まりました。本橋昭康さんにお話を伺いながら激しいレースを見ていくことにしましょう。本橋さん、どうぞよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いいたします。今年も激しいレース、面白いレースになりそうですね。そうですね。さあ、それではこの菅生のロードコースを空からの絵でまずご紹介しましょう。スタートを切ってグランドスタンド前からアーチをくぐって、ここが、はい、新しくなったコースです。はい、そうです。ここはスピードが出過ぎて危険だということでですね、S 字を作ったんですね。今までは左側の直線をといったわけですね。そうなんです。はい、スピードもですね、今までは6速から2速落として回れたんですね。ああ、今回からは6速から4速落として回るようになります。ガクンガクンとこうスピードを落とさなきゃいけない。そうですね、はい、第一 S 字という名前がつきましたね。そしてそこを通り抜けますと、今度は大きく下りまして、はい、これは下りのコーナーでとても滑りやすいところなんです。滑るんですね。はい、そしていわゆる菅生のこの裏のコースですが、はい、ほぼここはストレートに見えますね。はい、これはほとんどストレートに走れます。一番スピードが出るところ、一番スピードが乗るところですね。はい、そして右側ちょっとこう山が残ってますが、はい、ちょっとここはブラインドになってますので、ね、はい、見づらいコースですね。4コーナーですね。はい、そして向こう側に見えてきました第5コーナー、はい、ここも下ってます。かなりここがいわゆる S 字コーナーです。はい、そして第6コーナー大きく右に回りますと、この菅生のロードコースのヘアピンカーブですね。はい、ここがブレーキが一番必要なところですね。はい、右に左に車体を倒して、そして今度は上ります。はい、この上りも相当急ですね。はい、急ですから、ここは車の性能がですね、一番まあ、影響するところなんですよね。そして上り切りますと直線路、一周2660m と去年より5メーターほど長くなりました。さあ、これがいわゆるロードレーサーというこのマシンですけれども、はい、とにかく一つ一つの部品が非常に精密にできてます。そうですね、まずポイントはですね、軽くということですね。はい、ですからフレームも全部アルミニウムですし、あとは計器類もですね、必要最小限のタコメーター、要するに回転計と水温計器ないですね。はい、スピードメーターなんかついてないんですね。さあ、この車輪ですね、今見ていただきました、はい、溝がありませんね。はい、溝がない、これは晴れのタイヤですね。いわゆるスリックタイヤと言われてますね。はい、晴れ用のタイヤを今つけています。これがケニー・ロバーツのマシンだったんですが、そしてケニー・ロバーツの弟弟子と言ってもいいアメリカ人のエディ・ローさん、はい、そうですね、ケニー・ロバーツがもう手取り足取り指導してますね。24歳、
まあ、この若さですから世界選手権シリーズでも相当若い方の期待の選手。そうですね、あの一番期待をかけられている選手ですね。今年度世界のランキング第4位に堂々と入りましたエディ・ローソン。そしてこちら日本人ライダーのベテラン浅見貞夫。はい、彼は毎回、いいところを走ってますけれども、まあ、ともかく周りに関係なく自分の力を発揮するライダーですから、今回も非常に期待できると思います。まあ、本当に注目される選手ですね。そうですね。そしていかにもベテランらしいこの余裕を見せております。川崎選手は37歳。そうですね、もう彼はもうレースの全てを分かってますから。そうですね。まあ、金谷選手が去年で引退をした、はい、その後を受けての最年長者ですね。さらに盛んにこのサインを求められておりました、はい、今やもう売り出し中の、はい、まあ、今回も台風の目となるのではないかと思われますけれども、はい、ともかく心境一番、まあ、著しいライダーですね。平選手に続いてはキングです。ケニー・ロバーツ、何ですか今年のこの相撲入りしてからのケニーは、これまでとちょっと違ったような感じがしましたね。はい、もう、まあ、そうですね、はい、今までと違うのはともかく精神的な安定というんですかね、はい、そういうゆとりというのを感じますね。ますます走りが期待できるケニー・ロバーツです。